今回もウミガメのスープです。いきなり問題いきます。ある場所では建築家、ある場所ではレーサー、またある場所では生き物博士のような仕事をしている女がいた。彼女はそれ以外にも、いろんな場所で様々な仕事をしているそうな。しかし、そのどれもが彼女の本職ではないという。さて、彼女の正体を答えなさい。なるほど。ちなみにこの問題は、わからない人には一生わからないです。まあこの動画を見ている方は大丈夫ですが。彼女はゲームをよくしますか？へ。なぜその質問が最初に浮かんだし、そして、誠に残念ながらイエスなんです。何が残念なのか。バイトですか？ノーです。最初はこのくらいのギャグの方が助かる。ある場所とは現実ですか？マリサさん、もしかしてもう答えわかってます。え、マジ、まだ質問3つしかしてないよ。うん、いや、まだわかってないけど、なんで？なんでって、あんたねー、この時点で視聴者の半分くらいは答え出てるよ。さすがに買いかぶりすぎですか？まあでもなんとなくは察したでしょ。まあ、早く終わったらもう1問やればいいじゃん。そっすね。ちょっちゅねみたいに言うな。彼女はゲームが好きですか？ちょっと離れましたね。関係ないです。ある場所とは夢の国ですか？はは。それは、まずいですよ。思いっきり現実じゃねえか。霊夢は3つ前の質問を読んでから質問するように。先生、ドリームランドなら現実じゃないです。どっちにしてもノーだろそれ。じゃあ彼女の脳内の話ですか？ノー、そんなかわいそうな人ではありません。ネット上ですか？イエス、そういうこと。ヤホー知恵袋ですか？違います。ただ方向性は合ってます。尻ですか？ノーです。今何か？気にしてはなりません。本職は関係あります？ノー、重要じゃないので大丈夫ですよ。この問題は男でも成り立ちますか？ああ、割といい質問。成り立たせようと思えば、できなくはないです。ただ、今回に限っては女性でないと成り立ちません。何言ってんだこいつ、と思うかもしれませんが、今回は回答に固有名詞を使っているので、女性でないと成り立たない、そういう意味です。この辺は正解発表の時に説明します。様々な仕事をすることでお金が動きますか？全く同じこと聞こうとしてたわ。仲良しかよ。ノーかな、イエスという人もいるかもしれませんが、仕事がお金に直結していないのでノー。スタップ細胞はありますか？スタップ細胞はありじゃねえよ。ないって生きるのもあれだし、なんなら問題には一切関係ない。そして何より、市民にネタが古い。私はあれがもう6年前という事実に震える。マイクラですか？いきなり戻るやん。何がマイクラなんだ？一部イエス。イエスなのかよ。実況者ですか？ある意味イエス。ここまで来たらもう答えまで秒読みやで。アナウンサーですか？ノーって言ったけど、この質問の主語は何？本職がっていう意味ならのです。コスプレイヤーですか？うん。これは盲点だった。のです。が、これも一つの正解として拍手を送りたい。まあ送りませんが。結局正解ではないのね。非常に残念ですが、そうなります。ゆっくり霊夢ですか？正解。あ、ほんまや。とりあえず回答を出します。回答。女の名は白霊霊夢、俗に言う、ゆっくり霊夢を指している。中の人が違えば当然専門分野も違うわけで、あるチャンネルではマイクラ、あるチャンネルではマリカをしているわけです。霊夢自身の本職は巫女なので、そのどれにも当てはまらなかった、という問題でした。ほんまや、なんで正解した本人が驚いてるんだよ。それな、この問題の欠点は、そもそもゆっくり霊夢を知らない人は、答えにたどり着けないところです。最初に言ってたあれだな。また、今回は答えがゆっくり霊夢だったので、男性では成り立ちませんが、男性のボイスロイドのようなものがあるなら、それでも問題は成り立つので、一応男性でも成り立つ、と回答しました。そして、ゲーム中に気づいたことですが、問題の職業を、兵士やスポーツマンにすれば、コスプレイヤーでも成り立つようになります。というか、多分その方がいいです。ゆっくり霊夢よりレイヤーの方が認知度が高そうなので、その方が公平だと思います。ここまで時間にして約4分ちょっと、短い気もしますが、疲れたのでこの辺で終わります。さよならー。